こんにちは。フランスカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。二十四節気の啓蟄を迎えましたので、ベランダで咲くこちらの黄色い水仙のひたひたやアネモネたちとともにお届けしたいと思います。二十四節気は季節の移り変わりを知るためのもので、約15日間ごとに24に分けられています。啓蟄は毎年3月6日頃から3月20日頃にあたります。日付が固定されているわけではなく、二十四節気は1年を太陽の動きに合わせて24等分して決められているので、1日程度前後することがあります。今年の啓蟄は3月6日から3月20日です。啓蟄とは、冬ごもりをしていた虫たちが土の中から出てくる頃という意味で、春の気配を感じて冬ごもりをしていた虫たちが活動を開始する頃を表しています。啓には開く、開放するなどの意味があり、蟄には虫などが土の中に隠れて閉じこもるという意味があります。虫という漢字はもともとマムシを表す象形文字で、昔は昆虫に限らず蛇やトカゲ、カエルなども虫と呼ばれていました。啓蟄という言葉の響きや意味が印象的ということもあり、春の季語としても人気です。二十四節気では啓蟄の前は雪から雨へと変わり、氷が溶け始める頃という意味の雨水。啓蟄の次は昼夜の長さがほぼ同じになる春分となります。庭先や公園では様々な植物の目覚めを感じ始めます。また啓蟄の中の七十二候は3月5日から3月9日頃を巣ごもり虫と開く。巣ごもりをしていた虫が暖かな土を感じ姿を現す頃、一雨ごとに気温が上がり、日差しもどんどん暖かくなると、わらびやゼンマイなどの山菜が顔を出します。3月10日から3月14日頃を桃初めて笑うと言います。桃のつぼみがほころび、鮮やかな花びらが見えてくる頃、昔は花が咲くことを笑うと言っていました。私もこのティタリタは毎年、もう何年もこの時期にニョキニョキ木を伸ばして一気に咲くので、本当に笑っているように見えます。花と笑い合っているようで、私も気持ちも温かくなります。3月15日から3月19日頃は、ナムシ、蝶とカス。冬を過ごしたサナギが羽化し、蝶に生まれ変わる頃。生まれたばかりの柔らかな羽を、春の日差しが優しく包み込むように輝かせます。蝶が好む片髪も開花します。夜になると歯を閉じて眠りつく姿はまるで蝶のようと言われています。こちらアネモネも今はこのように開いていますが、夜になると閉じます。アネモネの花びらに見えている部分は実は萼で、花びらは存在していません。光や温度に反応して開いたり閉じたりを繰り返し、花の終わりの頃になると開きっぱなしになります。アネモネは従来は紫色や赤や白の発色の良い色が中心でしたが、最近はパステル調の複色やグリーン系の品種もあり、花のサイズも大輪のものから小輪のものまで豊富に揃っています。あまり知られていませんが、アネモネは草全体に毒を持っています。茎を切った時に出た汁が肌に触れると皮膚炎を引き起こすことがあります。古代エジプトでは病気の印とされ、この花の出す毒を吸うとひどい大病になると言われていたようです。ひどい大病にはなりませんが、毒を持っていることは確かなので、手入れの際は気をつけます。アネモネの花言葉には、あなたを愛します、儚い恋、こちらのピンクのアネモネは希望、待ち望むです。キンポウゲ科アネモネ属の植物で、原産地は地中海沿岸からヨーロッパ南部です。日当たりを好み、寒さに当てないとつぼみができない性質があるので、野外で育てるようにするのがポイントです。春の始まりの穏やかな風が吹き始める頃に花を咲かせることから、英名で別名ウィンドフラワー、風の花と呼ばれています。風の時代にぴったりのお花です。こちらのピンクの花はアネモネではなく、ジロアラナンキュラスです。
形は似ているんですが、ラナンキュラスもアネモネも品種改良を重ねて新しい素敵な花姿が生まれています。アネモネとラナンキュラスの見分け方なんですけれども、このアネモネは花びらのように見えるこの部分が萼なので、この萼の後ろに緑色の萼は見えません。ラナンキュラスの後ろには緑色の萼がついています。ここでアネモネとラナンキュラスの違いがわかります。3月7日の21時40分頃に乙女座満月を迎えます。アメリカ先住民の間ではワームムーンと呼ばれます。ちょうど日本でも啓蟄を迎えた翌日に春の陽気に誘われて虫たちが地上に出てくる時期を表すワーム虫。乙女座の満月は2月下旬から3月中旬にかけて起こるので、3月のワームムーンと啓蟄が並んだのはたまたまですが、違う文化でも虫の動きから春を感じていたことがわかります。この満月は乙女座で起こりますので、物事を秩序立てて管理すること、ちょうどいい状態に整えるのに良いタイミングと言われています。緑の扉では満月と新月のタイミングを大切にしていますが、この乙女座満月は春の朝の光を浴びてウォーキングをしたりストレッチをするのも良いですし、アロマテラピーで心身を整えるのも良いと思います。私はシトロネラやマンダリ、バジルのアロマバスに入って心身を整えたいと思います。今、ベランダにはこちらの水仙のティタティタやアネモネの他にクリスマスローズやムスカリがたくさん咲き始めています。3月8日はミモザの日も迎えます。ミモザについては以前の動画でお伝えしています。概要欄に貼っておきますので、よろしければそちらもお楽しみください。今日はベランダに咲くティタティタやアネモネ、ピンクのアネモネの花言葉希望のエネルギーとともにお届けいたしました。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身に癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。